暑い、ということで皆さんこんにちは、今回トランクスゼノ独眼覚醒させていきたいと思います。必殺技の方がね全体攻撃ということで、まあ独眼覚醒後にそして実際にじゃあどんな感じなのかっていうのを、試していきたいと思います。それではまずはですね、俺ねガシャで引いてしまったんですよ。トランクスカッコゼノ、こいつをもう一体引いてしまったので、まず必殺技レベルでも上げようかな。はい、こいつ食わせます。よし、じゃあ早速ね覚醒の方行きますか。はい、きたきた、リーダースキルの方は全属性の HP とアタック 30% アップですね。で敵全体に大規模ダメージ&一旦仲間アタック 20% アップとか強くねえか、これやばいな。パッシブスキルもやばくね、これめちゃくちゃ強いな、こんな強いんだ、嘘、これはもうやばいな。じゃあやってきますか、独眼覚醒いきます。これ集めるの結構大変だったんだよね。さあ来ました、お決まりですね、これは顔が見えない。はい、ということでね、独眼覚醒したんですけども、まだねレベルが1なので一気に120まで上げれるかな。とりあえずマックスまで上げていきたいと思います。うわ上がんねえんだこれで。でもすごくない、1から117まで一気に上がるんだぜ。あと2、これでいっか。いやーこれは強いでしょう。やべえな、ほんとすげえなこれ。ちょっと待った、チームコスト252プラス48でしょ、やば、300だ、すげえ。で最強チームね、まあ敵が一番多いとこここかなと思ったので、ここでやってみたいと思います。うん、もう一回ちょっと確認ね。HP80% 以下かにしたいよな。そしたらさ結構強くない？いや面白そうこれ、敵に結構当たってく？ちょっと待って、そんな蔵前に倒したかもしれないけど、とりあえず行ってみましょう。あれここで発つだっけ、最強チームいいのかな、まあいいや。順番的には次の次か、あー倒したな俺、まあいいでしょう、いい、ゴジータは結局さいるわけじゃん、アタック3000アップだから、まあ、6000ぐらいだから、まあゴジータいなかったらそのぐらいダメージ与えられるよって感じ、5000アップだからねアタックはパッシブ。これもういっちゃうか、いくか、ちょうど次トランクス来るしいけるでしょう。いやどんな感じなのか俺必殺技の動画見てないからさ。おおいいね、あギリギリ危ね、はい、あ多分この辺残ってくるよな、うん、
よし見ましょう。うわっす、いいね。うわ早い早い早い、やっぱ残ったな。まあ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 、それはね非弱点なんでしょうがないですね。いやーいいよマジで。いや強いわこれで、ね、ブロリーと、トランクスとあとあれだベジータ M ベージ全体攻撃集めたいね。全体攻撃はい、ということで今回はですねこちらトランクスゼノを独眼覚醒して必殺技をねちょっとね試してきました。いいな全体攻撃、まあ、多分後々全体攻撃のキャラがもっと増えてきて、もう全て全体攻撃キャラで揃えたねパーティーが、まあ、時期作れるんではないかと思います。まあ、それをね目指していきたいよね。あーマジですげー嬉しいわこれは。まあ、そんな感じでね独眼覚醒させたキャラとかはいろいろこういう風にね実際バトル出て使ってまあ使えるのか使えないかっていう比較を今までしてますけど、まあ、こいつはもうあのもう使えるという前提でね単にもう使ってみたいって感じで今回やってみました。まあ、皆さんもトランクスゼノって言ったら今まではマジかよって感じだったけどこいつ今すんげえ使えるようになりましたんで、ぜひぜひトランクスをねメダル週間集めて頑張ってみてください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。